中3も結構忘れてる。一次関数の変化の割合やってみよう。まず x の増加量と y の増加量を出しますよ。x の増加量は1から5までだから、まあ5引く1で、これ簡単だよね。じゃあ y の増加量は、それぞれ出してみると、x が1の時は1入れて2分の1たす5は、2分の1たす5で2分の10で、2分の11。5の時は2分の1かける5で、2分の5たす2分の10で、2分の15で、y の増加量は引き算すれば、2分の4で、y の増加量はイコール2。そして変化の割合は、なんかあったね。変化の割合は x の増加量分の y の増加量に代入して、 x の増加量が4で、 y の増加量が2で出たから、2分の1で、そしてこれは a と同じだから、ここと同じですと、というのがやり方その1と。